ハンターの皆さん、こんにちは。プロデューサーの辻元です。アシスタントの宇佐美子と宇佐美幸です。はい、さあもう11月が終わっちゃいます ね。もう終わるんですね、これの放送の時は、配信の時は。もうでもあと1週間ぐらいですよ。あの収録日からしてもだいぶね、寒くなってきましたしね。なってきた。いよいよ年末ということで、うん、年が明ければなんとモンスターハンターフェスタ、こちらも始まりますので、皆さんね、いつも言ってますけど、モンスターハンターフェスタってね、1会場目がね、一番ね忘れてる人多いんで、まあ、始まって記事とか上がってから、あ、始まってんだって思いますよね。そうそう、で終わってるやんみたいなのが結構多いんで、一発目はですね、東京になりますので1月の18日ですので、皆さんぜひ来てください。はい、もうすでに情報を飛ばしていきますね、冒頭から。後でまた言いますからね、これね。はい、そうです。そんなね、モンスターハンター最新情報、あのフェスタの情報ももちろん後ほどゆっくりお届けしようと思います。はい、さあこの番組なんですが、辻元プロデューサーのお部屋に仲のいい方やモンハンにゆかりの深い方などをゲストにお招きして、のんびりとゆったりとトークをしていこうという番組になっています。はい、というわけで今回のゲストはどなたでしょうかと。そろそろいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、はい、お入りください。はい、どうぞ。入ってこないですね。あれ。ちょっと廊下が長いんでしょうか、ドアからの ね、はい、ガチャ、どうぞ。どうも、こんにちは。さっきから後ろにいたよ。怖いような甘いような。ということで、今回のお客様はスピードワゴンの小沢和弘さん、しそして、はい、キャン千秋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このモンスターハンターのプロデューサーともあろう人がこんな部屋住んでるんですね。そうです、この真っ暗のね、殺風景な感じ、はい、ね、いかにもスタジオ的な部屋に住ませていただいております。でもやっぱり関西人だなと思いました。そうですか。寒いこと寒いって言うんですよ ね。寒いって寒いって言わないんですか。あ、言ったことないです。言ったことないかも。本当ですか。マジですか。やっぱ関西独特の言い方ね。関西なんだ。寒い。違うんですか。おばあちゃんとかは言うかも。ギャップ、まあまあ、大阪だとあの鳥肌のことサブイボって言ったりとかもしますし、あ、サブサブイって言います。あ、確かに。いや、じゃあ今日はできるだけ大阪弁を。あ、じゃあそれ縛りでいきましょうよ。あ、そうしましょうか。今日辻元さんはおる標準語、いけるかな。もうだって いけるかな。イントネーションはいいですか。イントネーションは、じゃあイントネーション一番難しいです、ね、イントネーションも一応じゃあ気をつけてください。わかります、わかります。わかりました。やりづらくなった。わかりました、わかりました。あ、ちょっと面白い。おかしいよ。わかりました、わかりました。わかりました。今日は標準語でお送りいたします。誰かわかんなくなっちゃいますけど、じゃあ今日はそんなルールでいきましょうね。わ、うん、かりました。はい、それではモンハンラジオ両座の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りします。モンスターハンター 4G 大好評発売中。新たなる拠点としてドンドルマが登場。町の復興を主軸に個性的なキャラクターとのストーリーが繰り広げられ、未だかつてない冒険が始まる。過酷で雄大な新フィールド旧砂漠が追加され、その環境下に生息するシリーズ人気モンスターの復活や、黄金に輝く鱗をまとう新メインモンスターセルレギオスの登場など、ハンターの挑戦はまだまだ終わらない。モンスターハンター4のセーブデータをほぼ引き継いで始めることも、新たに最初から冒険を始めることも可能で、どちらでも存分に楽しめること間違いなし。さあ今こそ GQA 駆り出せ。カプコン、はい、改めまして辻元です。アシスタントの宇佐美幸です。今回はゲストにスピードワゴンの小沢さん、そしてキャン千秋さんをお迎えしております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでいつものようにですね、この飲み物を選んでいただこうと思っておりますが、はい、
ですね、今日はですね、すごいですね、そうなんですよ、人参ジュース、美味しそう。これあれですか、ボジョレー解禁したから、これ飲み、お酒まさか、これは違う、あ、グレープジュースだ、グレープジュース、グレープジュースね、ノンアルコール、今日はお酒がない、そっか、ないボジョレー解禁、なんかすごい、あの前にお酒すごい飲んで、そうなんですよ、やられた時にものすごい長く喋られたからじゃないそうなんです、それからね、おっしゃってたディレクターの人が一切お酒を出すと言えなくなっちゃいますあと、ガラナ、あ、ガラナ、ガラナって書いてある。辻元さんにとってのお酒は元気ドリンクでしょ。そうですね、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、あの単純なこと聞いていいですか、はい、元気ドリンク派とこんがり肉派がいると思うの。はい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 、どっちですか。僕ね、こんがり肉なんですよ。俺もね、最初こんがり肉だったんですけど、はい、元気ドリンクの方がいいと思う、うん、なんでですか。あんま使ったことない。眠らせられた時もあれいけるし、あの、まあ、あのモーションもね、うん、短いですしね、うん、絶対に俺元気ドリンク派に変わっちゃった、いつの間にか、うん、私も競争役グレ、あれ違う、強制グレート、はいはいはい、だけですね。あ、贅沢、そう贅沢で、ね、でもあれ結構作るの大変じゃないですか。切れたことあんまないんですよね、なんでだろう。あれ違う、こんがり肉でね、うん、はい、あとこんがり肉ですね、あとプラスでやってますけど、そっか、元気ドリンクっていいんですね。みんなね、元気ドリンク、俺も最初舐めてたの、うん、すごい便利ですよね、はいはい、意外とね、そっちに行く人が多いですよ、うん、はい、今よ、ドリンク忘れてます。あー、行っときますか。行っときましょうか、はい、はい、はい、じゃあ どうされます。私人参、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 僕はこれアップル、アップル、アップルってどうですか。アップルちゃうグレープで、グレープ、グレープ、じゃあこれちょっとご自身のあれなんですけど、開けたことがない。これすげえ冷えてる、てやるの、すげえ冷えてます。開けたことないの、こういうの。開けたことないです、この瓶のコルクのやつ。あれですか、それ怖い。あの、開けてもらったことしかない、うん、なかシャンパンとかのやつですよね。わあすごい、あーすごいね、すごいよく冷えてますね、素晴らしい。めっちゃ冷えてます。でもね、辻元さんはマグカップなんですよ。はい、いいですよ。あ、私やりますよ、やりますよ、はい、じゃあ人参ジュースはどうぞ。人参ジュース、うわ、すっごいドロンドロンですよ、ね、これ誰、人参ジュースどうですか。はい、人参ジュース、ダメです。人参ジュース、小沢さんどうします。僕水で、水で。これジュース、じゃあ一応ここに、すっごいですね、ドロドロ、ドロンドロンだ。私もそれいこうかな、絶対体にいいですよ。はい、では乾杯をしましょうか、これ、ね、はい、はい、はい、しよう。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。うん、あ、いい感じ、美味しい。あ、美味しい、甘くない。うん、もう人参の素材のまま、美味しい。しかもね、今日はね、食事がね、あってですね、クロワッサンたい焼きというものがこれございまして、これはめちゃくちゃ美味しいやつ。わー、すげー、何見たい。おお、何それ、どうやって入ってんの。クローゼットみたい。たい焼き立って並んでる。パンプキン、カスタード、小豆と書いてます。パンプキン、カスタード、小豆。はい、じゃあ小豆いただいてもどうぞ。一番向こうだと思います。あ、じゃあ僕ね、カスタード、いただきます。やばい、めっちゃうまい。どこに売ってるんですか。うん、おいしい。あ、なんかボロボロこぼれてる。はい、お二人が番組初登場ということで、うん、はい、ちょっといろいろモンハンの、ね、ことも聞いていこうと思うんですけど、うん、その前にあのネットで、はい、モンハン部の芸人訓練所の放送の方で出てますもんね。ひとかり行こうぜも出してもらったことあるよ、うん、あ、小沢さんもそうなんだ、ひとかり行こうぜ、うん、小沢さんね、意外とね、いろんなことをどころ出ていただいてて、ファミ通さんのやつでご一緒させてもらったりとか、へぇ、ね、はい、なんか大会でも、はい、ね、決勝で井上聡に負けたけど、うん、あの人とね、あの人はちょっと嫌なんだよな。だから何回かで、うん、本当にモンハンプレイヤーということでご一緒させていただいてるんですけど、うん、意外とこのラジオ初めてなんですね。初めてです。ね、うん、嬉しいです。ずっと出たかったんです。僕呼んで来ていただいてたと思ってたんですよ、逆に。あ、っていうぐらい番組も結構長くやってますもんね、この小沢の部屋自体も、はい、確かに。で、キャンチが、はい、キャンチもラジオ初めてで、初めまして、はい、ひとかりとかで出てたんですね。はい、ひとかり行こうぜとか、まあでもそうですね、もう長い付き合いなんで、結構モンハンフェスタにも最初のやつかな、行かせていただいたりとか、あとあのね、カプコンさんのあの番組、ネット番組にも出させていただいたりとか。じゃあそんなお二人のモンハン歴とかね、うん、聞いてみましょう。思い出をね、ちょっと聞いてみたいですけどね。結構俺だからずっとやってますよ。から
いや最初のからやってんだけど、最初のは正直そこまでやり込んではいないんだけど、一番やり込んだのはセカンド G で。あー、わかる、セカンド G なんですね。セカンド G だけで1000時間やってるから、うやー、来たな。他のは500いってないぐらいのが積み重ねだから、でもトータルで4000ぐらいなんだけど、この間井上聡次長課長の喋ってたら、あいつ9000時間やってた。いやー9000時間って1日24時間じゃん。うんうん、2年間寝ずにモンハンやってたっていう計算になるマジか、すごいな。あいつむちゃくちゃなの、うんうんうん、でもモンハンって一作目やってたから10年だから10年ですね。そう、2年半やってるってことですよね。そう、寝ないですよ、寝ずに9000時間って9000時間はもうすぐカウントです。すごい、それ勝てないよあの人、うん、あの人がモンスター。いやでもすごい、確かに本当に井上さんとかあのよくゲストとか来てもらう時も目とか真っ赤なんですよ。うん、で昨日寝ずにやってたりとかね。てか会うたび寝ずにやってますよね、うん、ってことはもう寝てないじゃない。でもサトシは発売日が発表されたらもう、うん、例えばそれ何ヶ月前でも、うん、事務所に行ってその人その次の日休み取ってるから、はあ、すげえ、おかしいんですよあいつ。そのスタイルで40歳まで生きてきたことリアルです。小沢さん仲いいんですか。僕同期ですから NSC の。あ、はい、そうなんですか。13期生同士で。あ、そうなんですか。よく遊んでましたけど、もう最近はあんまり会わないけど、会わないって別に喧嘩したとかじゃないけど、あ、昔は本当によく遊んでた。あ、それはへえ。全部ね、どのゲームでも困ったらサトシで、サトシが吉本で事務所を借りて芸人集めてよく大会やってるんですよ。へー、で自分で開いて自分で優勝するマッチポップ大会でも圧倒的に強すぎるの。へー、でも強いでしょあの人は。いや、すごいっす ね、CM とかも出てもらうんで、はい、まあ、発売前にもちょっとプレイしてもらったりもしてもらえるんですけど、結構その時から意外とねセルレギオスをボコボコにされてましたからね。うわそれで強く設定されるのやだよ。いや、もう一応あいつがマスターアップした後ですから。大丈夫です、そこは。いつもどなたとやるんですか。でもキャンチとも一時期やってたよね。はい、やっていただいてました。キャンチと小沢さんも結構ね、うん、はい、長いもんね。はい、そうですね。女の子たちでもモンハン好きな子多いから、うんうん、去年女の子たちだけじゃなくてだから男子とかも10人ぐらいで渋温泉で合宿行きましたもん。女子は女子の部屋取って男子は男子の部屋取ってみんなで渋温泉で合宿行きました。へえ、コラボやってる時にですか。そうです、そうです、うん、すげえ。で椿とか、うん、あやなちゃんと美咲あやめとか、ケンチムとか、そのあそうなんですね。キャンチはどうなんですか。私はモンハン始めたのはセカンドの時で、あ、なんか、まあ、始めたてに誰も友達がいなかったんですよね。最初いなかったよね。最初いなかったんです、誰も周りにやってなくって、うん、それでその時たまたまアフレコ現場に取材に行った時に、西上月さんとか、あの小西さんとか、マリナちゃん、井上マリナちゃんとかがいて、はい、それでモンハン始めたんです。たまたま行ったら俺たちモンハンやってるよみたいな感じで、でなんかキャンチおいでよってモンハン会に誘ってくださって、そこからなんか結構週1ぐらいでモンハン会やらせていただいてたんですよね。で、その時、それも何年前ですか、うん、あれ7、8年前ですよね、うん、ますね、うん、で、その後私がこの間まで入ってた普段塾っていうグループのメンバーにやろうよって勧めて、それでみんなをはめた感じですね。そうですよね、そうなんです。普段塾をこうみんな本当にやってくれてるよね、うん、そう。でみんな軒並みうまいでしょ。はい、うまい、うまいです、みんな。なので、なんか才能がもともと多分みんなもあったのかなって思うんですけど、うん、有名な漫画家の先生とかがさ、うん、原稿終わった今からモンハンとか書いてある、うん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 、俺はツイッターその人の読んでるだけなんだけど、うん、一緒に行きたいって思うのね。なんとか偶然装ってそこの集会所に偶然行きてえなとか思っちゃう。やっぱいるよね、いますよ、みんなやってる。声優さんとかもみんなすごいやってるじゃないですか。そうそう、ね、声優のモンハンやってる率高いよね、うん、高いです、やっぱね、すごい。あのね、この間堀江由衣さんがツイッターでなんかモンハンのことつぶやいてたんですよ。虫を戻せるのを初めて知ったって書いてて、はいはいはい、マジかよ、ホアやりたいみたいな、ホアホアって思って。ずっと飛ばしてたんですかね。帰ってこない、帰ってこない。あいつって時間経てば帰ってくるよ。そういうことじゃないね、包丁痕無償放つね。なるほど、やられてるんだなって思いましたね。キ
ハンチ結構ね、交友関係が広いというか、いろんなね、業種の方知り合い多いですよね、友達多いイメージありますですね、本当に、この間もその仮会の時にご一緒させていただいたんですけど、まあ本当声優さんとか、そうですよね、クリエイターさんとかもやってる方多いので、ね、でなんかこう、お友達の漫画家の種村有奈先生とかが、こう会を開いてくれるんですよ。モンハン50人ぐらい集まったりとかして、それこそ漫画家さんとか、そういう、こうオタクのプロの皆さんとか、オタクのプロの皆さんだって昔ゲーム雑誌でコーナー持ってたもんね。そうです ね、だからずっとなんか何度か取材させていただいたりとかしてたんですけどね。初めて会った時もその時取材です。そうですね、はい、そうなんだ、はい、あれ確かセカンドの時だと思う、ね、はい、そうです、ね、そうです、へー、モンハンっていうとその例えばスポーツでいうゴルフとかみたいな感じで、みんなの共通項で趣味としてやっぱこうやって話が盛り上がるのはいいですよね。ちょっと普通のゲームの文化を超えたところあると思います。だからコミュニケーションツールになってるというか、そうですね、そういう部分ね。ゴルフとか麻雀っていうのはおじさんがやってたみんなで集まる理由だったけど、モンハンが今若者とか、俺らの年で若者っていうのも変だけど、俺らの年でも、じゃあ明日ゴルフやるとか明日麻雀やるじゃなくて、じゃあ明日みんな集まってモンハンやるっていう文化になっちゃってるもんね、うんうん、だからそういう意味では本当セカンド G ぐらいの時が私も一番やってたんですけど、その頃って集まらないとできなかったんですよね。まあそうですね、インターネットがなかったからね。そうなんですよね、今はオンラインで行けるじゃないですか、でやっぱりこうオンラインで普段やってる子たちもなんかたまにオフで集まると、やっぱオフ楽しいねってなるの。だからオフ狩りが一番楽しいっちゃ楽しい、せっかくだからね、携帯機なんでね、集まってやるっていうのもね、ぜひやってほしいんですけどね。ね、選択肢が増えたのはやっぱねいいですけどね、両方できてね。そうそうそう、うちはあれですからね、パセラさんと組んで上野とか大阪の天王寺とかでリアル集会所っていうのも今やってるで、今回大阪東京の一箇所ずつなんですよね、はい、コラボフードはあるんですよね、カラオケの方は、はい、はい、そう、そのね、でもリアル集会所も意外とすぐで12月7日までなんですよ。あら、そうだね、そうなんですよ意外とね、言ってる間に終わってしまいますからね。そうなんですよ、早く行ってほしいですね、ぜひぜひ。それをなんかね、こう口実に集まれますからね、行こうよって言ってね。でもあれですよね、大人になってきた飲みに行ったりとかもするじゃないですか、で結構毎回同じメンバーで行ったら話すことなくなるのでね、もうあるとね、まだなんとかなるかみたいなちょっとありますけどね。まあまあまあ、長い時間一緒にいてもね、楽しめますからね。で、そんなお二人の MH4G の状況もやっぱ聞いておきたいなと思うんですけど、どんな感じですか現状、今ですか、どれくらい進みました？そこまでね、なんか言えるほどじゃないですけど、パックキャンチはあれですね、はい、ああそれはパックのやつ、はい、小沢さんのは普通の、あ僕ね、3DS DS3 台持ってんです。あ、そう、というのもサードが刺さったままの DS、 あー4が刺さったままの DS、だからトライ G ですか、ね、あ、そうです、トライ G4をこれ、そ、なんでたんですか。まずトライ G の時、白くて絵が描いたやつ、あ、はい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 、ブラキの紋章です、はい、それ買って、はい、で次の時みんなで始める勢いで買って、で友達も始めるっていうから本体買ってあげたら帰ってきて、手ので3台あります、はい、へー、すごい、すごい、もうソフト専用ハードみたいになってそれぞれが、確かになんかいちいちこう変えるの大変だなって思いますもんね。僕も今めっちゃ持ってますよ 3DS。 それは何出るたびに僕やっぱり同梱版ね、なるほど、はい、全同梱版ありますから、すごい、いいな、プレミアム。僕部屋に今までの全部の同梱版の箱を飾ってるんですよ。部屋ってここですか。いやいや、あ、そうですよね、ここじゃない部屋、別宅の方、別宅の部屋か、見たいなと思って、はい、そうそう、しかもね、あれね、結構ね、今までの同梱版の箱って、こうやって並べて飾ってもかっこいいみたいなデザインにしてるんですよ、え、そうなんですか。ベースは白にして絶対、箱とか全部捨ててる、ほらでも箱取っといたら結構かさばっちゃうかさばっちゃう、並べてみると意味が出てくるようにしてくれてるんだ。 ある程度ね、統一感があるようにしてるんですよ。だから白地に何々とかね、あっていうのを結構ね、統一感持ってやってるんですよ。こう箱並べてもこれやったらかっこいいやろみたいな、はい、やってたりとかもしますね。こんな感じです。あ、小沢さんどんな感じですか。僕はね、とりあえず全部、あ、綺麗な武器が全部やりたいんですけど、チャージアックスとスラッシュアックスと、あ、チャージアックスとスラッシュアックスだけゼロ、あとはとりあえず100を
目標にやってるんですけど、まあ、一番使ってるのはランス。あ、帯がすごい。ランスなんですね。もともとはあのライトボウガンとヘビーボウガンと弓ガンナー、ガンナーだったんですけど、最近はもうランスばっかです。結構ね、あの昔からやられてる方はランスの人多いですよ。なんか上手い人が使ってるイメージあります、うんうん、ランスっていう。今でハンターランクが157ですね。157、うん、だから全然ですね。あ、でもすごいな。勲章はそれとなくちょいとずつ集まってきてるはずです。装備、あ、装備とか後で見ればいいか。後で ね、はい、後半戦でプレイがあるので、はい、その時にもゆっくり見せてもらいましょう。はい、キャンチはどんな感じ、はい、私ね、あと3つでハンターランク100なんですよ。おお、はい、なのでちょっと今日なりたいけど、なれないかな。ちょっときつんじゃうかな。上がるかな。上げるのはなかなかね。え、そう、うん、今やってみよう。99ぐらい止めといてもらう。そうですね、それで、最近ですけど、G の王冠が一番大きいやつになりました。じゃあもう G、あれですね、 G3 も超えて、はい、そうです、うん、G3 を超えた先に今、はい、ハンちゃんしかも総中高使ってて、私ね、コーン使い、もともと立ち使いだったんですけど、うん、ずっとセカンドから、あの前作から、しかもね、今総中高がね444回です。おー、そうなんですね。記念すべきですね。あ、でもまんべんなくある程度使ってる感じですね。そうですね、とりあえずいろいろ試してみようと思って。でも結局総中高が便利って言って、ノリですね、ノリ命みたいな。前回あれですよね、来てくださったゲストの方、はい、ノリベタね、発動してる方いました。ノリベタが発動TKO の木下さんですけど、クシャルのあれで作っちゃうと、うん、ガンナとかの、あ、ついちゃうんですか。元岡のあれつけようと思ってやるとなっちゃう。そうなんだ。木下さんもね、全然ねスキルとか分かってなくて、なんか適当に つけてて、マイナススキル発動しながらも五石王だけついてるみたいな。これって何って。そんな木下さんより後に呼ばれるの悲しいよ。確かに、その、うんうん、ずっとやってきたな俺たち。8年ぐらいやってますよね、もう10年とかね。面白かったですね。面白かったですね。なるほどね。いや、こんなね。さあね、そうそうそう、あのエピソードクエスト、あのダウンロードでねできるクエストの方が、はい、配信中っていうものと、うん、あと今日27日配信なので、うん、明日28日に配信になる、うん、まずはエピソードクエストの、うん、いよいよ第4弾を、第3弾が今配信中で、明日から明日第4弾を配信して、はい、うん、パーティーチャレンジクエスト、これあのチャレンジクエストって今まで2人でやるタイムアタックだったじゃないですか、うん、これはまあ4人でできるっていうのがパーティーチャレクエストなんですけど、うんうん、それの第2弾もいよいよ配信しますということですね。というわけでですね、続々、うん、まあ、あの配信中ということで、はい、あのチャレンジクエストもとかエピソードクエストももう第4弾までいっちゃうんですね。早いです ね、 なんかね、まだね第 1、2、3やられてない方もいると思いますけど、はい、あ、やってないですか。まだやってない。やってないですか。やる、やってくださいね、はい、あれ結構面白いんで、今回から入ったねシステムですんで、はい、ぜひやってもらったらと思います。はい、そして先ほども話しましたけど、今カラオケのパセラさんでですね、コラボやってるリアル集会所、うん、こちら大阪とですね東京も開催中で、いよいよですね、さっきも言いましたけど12月の7日までになってるんですね、うん、で場所が、東京のパセラリゾーツ、上野公園前店と、はい、すぐ上野駅の近くです、そうですね、うん、カラオケパセラ天王寺店大阪はですね、はい、ここ前行きますで、僕カプコン TV で、 カプコン TV で、はい、放送ありましたね、はい、そうそう、パセラリゾーツって食事もそのやっぱモンハンのコラボフードもあるんですけど、たくさん中がみんなで枯れるようなテーブルになってるとこと、もうあのお友達同士で来た人が、なんていうんでしょう、ちょっと個室っぽいというか、う、ね、半個室で枯れるようになってるお部屋も選べるの で、はい、で私もあれももらいました、コースターも料理頼んだ分だけ引けるので、コースターくれるんですよね、はい、あ、料理頼んだ分だけもらえるんですか。そうなんです、なんだって3人で行ったのに 10枚ぐらい引いていいって言われて、10枚ぐらいもらいました。しかも引くんですか。そう、裏返しになってるものからどのモンスターが出るか分かんないです。 なるほど、なかなかは大人なシステムになってますね。楽しいですよ、ね、楽しいの。あ、本当ですか、うん、あれなかなか出ねえ、揃えねえみたいな、そんな感じですよね。そう、お前のしょぼいなとか言ってラインナップ見せ合いながら楽しかったです、帰り道。あ、そんなこともできるんですね、うん、ぜひぜひ皆さん、これ7日までなのでぜひ行ってくださいということです。はい、そして冒頭に話してもらいましたけど、はい、モンスターハンターフェスタが年明けスタートしますね。はい、はい、いよいよですね。もう一度おさらいで日にちを言うと、来年の1月18日日曜日になります、うん、東京の幕張メッセで、2月の1日、こちら名古屋の方でポートメッセ名古屋、2月の15日
札幌アクセス札幌で2月の22日、大阪でインテックス大阪ですね。で、3月の8日、こちら、福岡の方で西日本総合展示場という感じでやります、うん、最近全部ねこの辺の会場でやってますけどね、ここ数年ね、うん、ね、皆さんあの近くちょっとね、今回はね、まあ、2月とか3月とか1月なんでちょっとね、気温的にも低いことが予想されますので、皆さんこれぜひ暖かい格好をして来ていただけたらと思います。そうね、うん、ちょっと会場内人が多いと暑くなったり、お外出たら寒くなったりするので、うん、上着とあとマフラーとか調整できるようなものがいいかもしれないですね、うん、はい、札幌とかって雪すごいですよねこの時期ってね。2月、こうバレンタインの次の日だ。本当だ、雪すごそう。すごいですよね。なんでバレンタインの次の日だと雪関係ある関係ない、いつもバレンタインの時あたりって雪のイメージがあったんで、こうホワイトバレンタインみたいな、ね、でも終わってますよね。もう終わって終わって始まってる人もいるかもしれないですけど、まあまあいろいろあるでしょう。日曜日ですね、はい、全部ね、はいはい、で1月18日がもう思いっきり最初の会場が東京なので、うん、本当辻元さんが言ってた通り忘れないように、はい、ね、ぜひぜひ、はい、お願いします。はい、はい、これ僕ねすげえ雨男なんで知ってます。札幌とかすっげえ雪降りそうで怖いんですよね。滑らないようにしないと、ね、気をつけないとね、うん、はい、で、もちろんですね、大会もやっててですね、ただいま参加者募集中で日本一の最速ハンターを決めるカリオ、うん、こちらのカリオ決定戦で、まあ、いわゆるまあ一般の部みたいなもんですね、 と、女子ハンター日本一決定戦、これ女子の部ですね、はい、で親子ハンター日本一決定戦親子の部ということで、うん、なんで笑ってんの。でなんかキャンチがブツブツ言ってるんですよ。モンハンの画面見せてこの素材って誰から出るの。すいません、ごめんなさい。いや、ありますんでぜひ続けてください。辻元さんの部屋で遊んでるんじゃねえんだから、はい、あっち話盛り上がってるから、ね、なんか私たち何でも相づちも仕事します。ねえねえ、ね、これこれって言ってる。ウォンハンの話してますよ。このね、参加者がですね12月1日までになってるので、うん、結構聞いた方は早めに聞いてないと、もしかしたら過ぎてるかもしれないんですけど、うん、はい、はい、応募する方は締め切り、ま、はい、守ってお願いします。これはもちろんこれに参加しなくても入場無料のイベントなんでフラットでも来てもらったらね、入れますので、フラットハンター、はい、フラットハンターでぜひ来てください。今説明しましたこの、大会ですね、うん、こちらのですね、クエスト、うん、こちらの方とかでもですねホームページとかに出てますので、ぜひ出場される方はそちらのクエストも見ていただいて、練習していただけたらと思いますと、はい、ということです。そうです、はい、チャレンジクエストがもうすでにダウンロード今できるようなので、ぜひチャレンジしていただきたいと思います、はい、詳しくはモンスターハンターフェスタ1号の公式サイトをチェックしてください。はい、はい、そしてカプコン TV の特番があるんですか。あるんですよ、これこれね、ちょっとね面白い企画でして、うん、何これ。ねモンスターハンター 4G お助け集会所と、お助け集会所、はい、ということで、クエストですね、ちょっとあげたいなと思ってる人とかですね、うん、ちょっとまあ協力してもらいたいなって思ってる方って結構おられると思うんですけど、うん、そんな方たちのためにですね、カプコンのスタッフが10時間耐久でお困りの方のクエストをお手伝いいたしますという企画でございます。ただ確認ですけど、カプコンのスタッフというだけで決してうまいかは確定どうなんですか。一応ねそこはですね、うまい、あ、うまいうまいってスタッフたちが、そうです、はい、一応カプコンのスタッフと言いながらこうやってくれる人って募集をかけたんですけど、その中でもうまい人、おお、すごい頼りになる。リアル社員ですか。リアル社員さん、はい、リアル社員、すごい、普通に東京来た席に座ってる人たちらがですね来てくれて、これがですね日にちが11月の29日土曜日、いい肉、はい、あ、いい肉の日です ね、お昼からだ。はい、昼の12時から夜の10時までと長いな、時間にするとやっぱ、はい、というわけでこれぜひお願いします。これ僕もね参加したいんですけど、うん、僕は台湾出張なんですよこの日。あらら、あ、オンラインで、オンラインですか。なるほど、いい、まあ、時差もそんなにないしね、行けなくないのかなってというわけでですね、うちのスタッフが助けてくれますので、本当にねこれを機にですね、オンラインでなかなか逆に行くのも
オンラインつなぐのをためらってる人とかもいるじゃないですか、うん、初めての人怖いと思いますけど、ね、はい、あのここはあのちゃんとうちのスタッフが、うん、あの教えてくれたりとか手伝ってくれますので、これを機会に、はい、ぜひ。でこれどうやってじゃあそいつらを、まあ、見つけるんだっていうところに、そいつらをね、はい、いいんですうちのスタッフだから、そうですね、はい、見つけるんだというと、番組で、集会所認識番号というのがあるんですよね、はい、それをまた発表しますの で、 でそこに入ってもらえれば、誰か一人、来てくれるっていうよりは僕らが行くってことですね。そうですそうです、あの、はい、ずっとそこで待ってますということなんですね。でも何部屋もあるってことですね。なんか初心者ハンター部屋、上位ハンター部屋、うん、G 級ハンター部屋と3部屋あるみたいです、うん、あ、じゃあ一人で行けるようになってるんだ。3人カプコンの人が待っててくれてる。もうすごいですね、その接待みたいな感じすげえ至れり尽くせりだね、そうなんだ、それはすごいですね。部屋建てる一人だけかと思った、ねえ、ね、じゃあ、あのさ、例えばさ、すげえしんどいモンスターお願いしますって言って、うん、カプコンの人3人がモンスターと戦ってる間俺キャンプにいていいそれもね最悪それでもいいの OK ですよ。そうか、まあ、もう本当にもう接待してくれるすごい、最高のイベント考えましたね。いいですね。それは1回だけですか、1人1回、1人1回、1人1番目ですね。でどうしても取れない素材とかは手伝ってもらえば、ね、うん、そうですね。 あとどうしてもクリアできないクエストとかあると、うん、特定のクエストで詰まってる方大歓迎って書いてあります、ね、そうですそうです。例えばそこはチャットで注文もつけれるんですか、ラージャンの角とか。ああ大丈夫です。 V 破壊してとか。お、頭狙いますって、かっこいい。どうですかこれ、いい企画でしょう。これすごいね、これ10時間もやってくれるんだ。はい、これね、本当にね、そういう方も結構多いというところでですね、まあ、うちのスタッフがですね、ちょっとやっぱりお助けしたいなという話がいろいろ出ててですね、うん、でいよいよ実現しますということですよ。すごい、10時間耐久。俺もそのツイッターの部屋番号出そうか臨場して確かに確かにいいですね。本当ですか、部屋番号ちょっともうリアルに住んでる部屋の番号リアル集会所になっちゃった、はい、でもすごい、万が一失敗してしまってもクリアできるまでお手伝いしますということなので、すごい、ぜひね、ぜひ。でもそれはどこで情報わかるんですか、今開けましたよみたいな。あ、最初の集合ですかとか、なんか今誰もいませんよとか、今ちょっとそれも番組中でやるのかな、番組で今生まれましたとか。すごい、ああ特設サイトもあるんですね。なるほど、へえ、面白いでしょこれ。いい企画、すごいね、はい、うん、じゃあこう特番ってことはこのショコラちゃんとか橋本さんとか本山さんも10時間いるんだ放送に。そうだと思いますよ、最初だけかな、はい、ショコラちゃんはどうかな、いますいるんですって。うわ、そう、で例のごとく平井さんは全然入ってないですけど平井さんってアメザリの平井さん、はい、平井さんが何をするんですか。ちょこっとしか来ないんです遊びに来る、はい、というわけで、これぜひさっき言ったね、ちょっとお困りの方、うん、ぜひこれを機会にですね、来ていただければと思います。ぜひ気軽に参加してください。はい、はい、本当にさっき言ったのはマルチプレイやったことない人もね、ぜひですよ、マルチプレイの楽しみっていうのを味わってもらえると思います、うん、はい、はい、お願いします、はい、そして、はい、グッズの情報もあるそうなのでちょこっといきましょうか。どれからいこうかな。なんかね、出張狩猟フラットハンターズというのがもう売ってるらしいです。なるほど。発売中。どれだ？あー、かわいい。あ、ガシャポンだ。かわいい。あ、これね、そうですそうです。面白いんですよ。クエスト失敗した時のポーズとかですね、うんうんうん、拘束されたシリーズとかですね、いろいろちょっとモンスターハンターの中のシチュエーションを、うん、まあ、表現して、それでまあいろんなところにちょっと置いて、お遊び要素があるっていうやつですね。すごいですね、はい、ちょっとコップの縁によじ登れるやつもあると。そうそうそう、かわいいですよねこれね。あ、卵がガシチャーンのやつ。そう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 、じゃん、まあこういうね、すごいかわいい。これクエスト中のちょっとしたねエピソード的なところも表現されたものがありますということです、はい、うん、はい、はい、あと一番くじモンスターハンター 4G も来た、まもなく発売ということです、はい、もうこれすごい、私さっき初めてこのちょっと拝見したんですけども、うん、B 賞最高ですね。これね、これ2つ欲しい。 B 賞なんですか。 B 賞、ね、ブラキの手です。そう、ブラキディオスの前足のぬいぐるみっていうもう単体で見たらよくわからない。ええ、あ、これ実物、お、すごい、あ、なるほどねめっちゃすごい。あ、キョメチテンション上がってる、キョメチ、そうそう、ほらみんな
キャンディディオスがみんなブラキディオスになれますよ。しかもこれ女の子と寝るとき腕枕って手がしびれるじゃないですか。なるほど。これやって腕枕しびれる。だいぶ先ですけどね。結構距離はあるよ。結構距離はあるんだけど。距離感取られて。これはいい。だいぶ先さ。距離感めっちゃ取られちゃいますけど、これ。これいいな、でも。これね、初めこの一番くじのですね、打ち合わせでですね、これ出てきた時のね、インパクトがもうすごくてですね、即決まりのグッズでしたね。うん、これ面白い、はい、これはナイスアイデア商品ですね。あとね、ハンターのね、お皿っていうのも C 賞あるんですけど、これね、あ、かわいい。そうそう、お腹すい、旦那腹減ってたんであるか。これは AR の機能もついてて、はい、映したらね、スマホでね、多分アプリをね、うん、落としてもらって、これを映すと、この家に上にこんがり肉が、ええどういうこと。あ、ほんとだ、すごい。カメラ上で、そんなことできるの。 AR の機能ですね、これ。すごいですね、はい、上に乗っかって見えるんですね、こんがり肉が。そうです、AR ってなんか立体でそのスマホに浮き上がるみたいな、とかカメラ通して見ると画面には肉が、絵があるで AR？A と R なんですよ。仮想、何のあれ、仮想なんだろうな、仮想現実、拡張現実じゃない、拡張か、拡張現実、そうそうそう、はい、というやつがあるんです。 A 賞はですね、もちろん、はい、モンスターハンター 4G のメインモンスター、セルレギオスのフィギュアとなっております。いい、とモンスタートロフィーというやつですね。これ今実物見ていただいてるんですけど、この色味とかですね、はい、形状かなりこだわって作ってますんで。そうですよね。これセルレギオスっているじゃないですか、はい、ツイッターに質問が来たんですよ、はい、例えばブラキだったらブラキって言うでしょ、はい、ジンオーガだったらジンオーガって言うじゃないですか、はい、ツイッターに質問で、小沢さんはセルレギオスは何て呼ぶのが正解なんですかって、はい、だからセルレなのかレギオスなのか。ああ、でも装備見るとレギオスなんとか、はいはいはい、なるほど。だからもう辻元さんのが正解なんですから、辻元さん決めてください。みんなに聞かれるから。僕セルって呼んでます。セル、はい、飼い犬みたい。ね、セル売り物っていう意味ですかこれ。セル、セールって呼んでます。セールセル、はい、セル、セル行こうかとか。その社内はそれで浸透してるんですかね。レギオスっていうのは装備だけ。レギオスはね、あんまり言わないですね。じゃセルが正解なんですね。セルって言ってる人が多いですね。ジンオーガはジンオーガでしょ。ジンオーガって、ジンオーガはね、ジンって言います。え、ジン、俺はジンオーガって言っちゃう。フルで行くんですね。あ、そうなんですか。ナバルデウスはナバル、ナバルか、ナバル、うん、ラージャンはラージャンでしょ。ラージャン、ラージャン、うん、テオ、テオはもう略してる。手入ってますね、テオ。結構分かれるのはね、クシャルダオラで、クシャル、クシャル、僕らダオラなんですよ。クシャかクシャルかと思ったらダオラの方。ダオラか。そのダオラの中でもダオラなのかダオラなのかどっちですか。ダオラです。あ、ダオラ、はい、ダオラ、クシャルだよね。ダオラなのに、クシャル、うん、クシャっていう人はいるけど、うん、ダオラは初めてかも、ね、結構ね、開発はダオラっていうやつですよ。でも辻元さんがそれ言ったらもう明日から全員ダオラです。もう間違いない。ダオラですよ俺たち。ダオラ、これね、このラジオでもよく言ってますけど、うちのスタッフモンハンって言わない人も多いんですよ。 MH、MH っていう人も多くて、あ、よくあるやつですね。そう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 、略すとき昔ね、昔あったんですよね。そういう、で俺らスピードワゴンもワゴンっていう人とスピワゴっていう人いて、うちの事務所の社長スピードっていうのよ。スピードは別に4人組のがいるからやめてって言ってんだけど、ややこしいから。MH ね、 MH ってうち結構言いますよ。まあそうですね、うん、あ、いい機会だから聞いていいですか。モンスターの名前ってあるじゃないですか、はいはいはい、例えばティガレックスは、うん、やっぱティレックスとか恐竜感、はい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 、まあティガレックスって感じで、はい、まあジンオウガも、うん、言われてみるともうジンオウガっぽい、はいはいはい、青柱なんかも青柱じゃん、うん、セルレギオスとか、はいはい、どういう風に名前決めるんですか。ですね、そのモンスターのイメージをですね、うん、があるじゃないですか、はい、そっからどっかの国の言葉とかですね、それっぽい言葉とかを持ってくるんですよ、うん、でくっつけるんですよ、うん、例えばじゃあセルレギオスは、ね、どこの言葉か忘れましたけど、うん、爪っていう意味と群れっていう意味なんですよ。群れ、あ、ちゃんと意味がそこまであるんですね。セルレギオスでこうシングルでやられてる方だと分かりますけど、こう群れでわーっと言ってるシーンとかあるんですよね、うんうんうん、あとはこの爪がすごい特徴的なんで、うんうん、セルレギオスっていうのはそういう意味があったりとか、まあ、だからそういう風に決めてたりとかするんですよね。リオレウスとかもそうですね、空という意味と王者という意味とかね、リオレウ
ンスはもうしっくりくるもんね、レオスとレイヤーはね。そういうのがこう、あとはちょっとね響きとかもあるんですけどね、フルフルとか、あのそうですね、フルフルもそうですし、あ、まあ、そういうのが、まあ、決まってたりしますんで、なんかそういう話とかもよくあのモンハンのフェスタとかでも会場で、ね、解説とかをしながら、ね、はい、声帯も話してくれたりするので、はい、ぜひ、いろんなね設定があって、うん、まあね、モンハンといえばいろんな話が盛り上がるんですけど、うん、あのカリコン今回ね全国でやったりしてましたけど、今回カリコンならぬ女子会、はい、女子だけの会合があるらしいんですよ。モンスターハンター 4G 女子会ということですね、うん、会場がですね、なんと可愛いウェディング会場のアルマリアン東京、アルマリアン東京さんでやります、はい、で女性ハンターの方、女子ハンターの方大集合ということで、女子ハンター同士のですね出会いとかですね、まあ、ハンター仲間を見つけてもらおうかというところで、うん、12月の23、こちらの18時から21時、うん、で参加費はですねお一人様、4800円となっておりまして、はい、チケットの申し込みの締め切りが、配信日今日の11月の27日の23時59分。そうなんです、ちょうど今日までで、はい、これが今抽選販売っていうのをやってるんですけど、はい、うんうんうん、多分これでいっぱいになっちゃうんじゃないかなってぐらい今も応募が多いらしいの で、 そうですか、もうこれがまあ最後のチャンスだと思ってくれていいということだったので、はい、必ずこの時間までに申し込みをお願いしますと。なるほど、うん、これね、あの女子会、これあの今までカリコンとかやってましたけど、こういうねあの女子会っていうところはね、うん、初めてやらせてもらいますので、これはあれですか、はい、ネカマは OK ですか？いやバレちゃいますからリアルで集まるん で、 であの女子でやってるハンターだったらだとかじゃないんだ、一応ね参加資格が18歳以上の女性ってなってます。ああリアル女子の、ね、リアルの人が女性じゃないとダメみたい、はい、そうですね、うん、はい、が来ていただければと思います、はい、楽しいですよね、ね、楽しいと思います。あのサイトとかに写真とかも載ってたんですけど、あのウェディング会場なのでほんとすごいいいとこですよね、もう綺麗で可愛くなってるところにまたモンハンの要素がね、うん、入るということなので、ぜひ応募今日の夜まで23時59分までなので応募よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日もね情報といろんなモンハン話盛りだくさんだったということで、はい、お時間がここまでということになってしまいました。いやいやね、またいつも通りメールが読めないぐらい長くやっちゃいましたけどね、はい、はい、というわけででも楽しかったですね、うん、楽しかった、はい、まあ、今回は残念ながらここでお時間ということで、はい、お二人にはですね再来週も、うん、出ていただきますので、はい、来ていただきます、はい、この後収録したいと思います、はい、はい、ということでまた狩りなどは後半でやっていきたいと思います、はい、残りはまた次回のお楽しみです。はい、モンスターハンター 4G 大好評発売中。武器アクションの追加、狩りをサポートするお供アイルーのパワーアップ、マルチプレイを快適に楽しむ追加機能の導入、そしてさらに高みを目指す GQ クエストなど圧倒的ボリュームを遊び尽くそう。モンスターハンター4のセーブデータをほぼ引き継いで始めることも、新たに最初から冒険を始めることも可能で、どちらでも存分に楽しめること間違いなし。さらに定期的に配信を予定しているダウンロードコンテンツには、新たな試みとしてショートストーリーが楽しめるエピソードクエストが登場。1エピソードは3話構成で展開し、クエストクリア後にはご褒美ももらえるぞ。さあ今こそ GQ へ駆り出せ。アプコン、さあいよいよエンディングなんですが、スピードワゴンの小沢さん、そしてキャンチヤキさんは次回の番組にも遊びに来てくださいます。はい、お願いします。いかがでしたか？いや初めて来ていただいたお二人。いやもともとね、まあ、こんなこと言うとあれに聞こえちゃうかもしれないですけど、この番組に出たいって言ってこの世界入ったから、やっぱ今日は感無量うん、
感無量ですね。俺たちはそうだよね。はい、本当に。すげえ笑ってる。でも本当に楽しかった。まあ、モンハンって、はい、ゲームやってても、モンハンの話してても、あっという間に時間経っちゃう。そうなんですよね。だから本番前の楽屋でモンハンやり出すのは本当やばいから。モンハン本当に、ま、なんだろう。時間があっという間に過ぎてやばい。そうですね。モンハンの話だったらもうやっぱこれラジオなんでどうしても時間がねありますけど、全然一晩とか普通に耐久でやりたいです。私も10時間耐久モンハン話、10時間耐久でできるぐらいだし、まあ、井上さん2年間耐久できる、うん、本当ですね。寝ずにね。いやー楽しい、お二人でね、来週も楽しみですね。この後収録も頑張ります。はい、はい、さあそして番組を聞いてくれている方にもう11月も終盤なんですけど、お知らせがあればお二人からはい、聞かせ願いたいんですが、どちらからいきましょう。じゃあキャンチーよ。キャンチーお願いします。はい、本日ですね27日最新 DVD が発売になりました、キャンチーの処方箋というタイトルです。でそのイベントが29日土曜日に秋葉原ソフマップアミューズメント会8階で16時からと18時からの2回行われます、うん、そして12月7日日曜日大阪信長書店日本橋店、うんで12時からとソフマップ名古屋駅中店で17時半から、イベントありますので、ぜひお近くの方は会いに来てください。はい、今日発売なんですか。ちょうどそうです、今日発売になりました。新しいちょっと、まあ、グラビアの、ちょうどいいですね。本当にびっくりですね、うん、ラッキー。同じちょうどなことあるんです ね、 ね。はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、しかもさ、お知らせでさ、はい、お近くの 人は会いに来てくださいっていうの、やっぱアイドルだね。いいね。やっぱり、はい、結構面白くて、コスプレとかしたりとか、なんかトークとかも私好きでよく喋ってるので楽しいと思います。会いに行きたい。会いました、会いましたよ。あとですね、私最近作詞家として活動させていただいておりまして、あの1月にワンピース の日本横断47クルーズ CD という CD の、ボンクレミスター2とギャルディーのミスター3、この2人の作詞をさせていただいておりますので、マジで、はい、すごい、はい、すげー。そうなんですよ、あのやっぱりもともと文章書くのが好きだったりとか、詞書くのが好きだったので、はい、最近結構いろんなアイドルさんに作詞提供したりとか。え、そうなんすか。そうなんですよ、そういう仕事もやってるんです。すげー、多彩すぎる。多彩だな。いやいや、あのこれからぜひちょっとやっぱそういう方向でまた頑張っていきたいなと思って、ソフラン塾も卒業しましたし、そうですよね、はい、そうなんです。なので先月ですか。はい、10月、ね、ちょうど、はい、1ヶ月前ぐらいに、まあ、普段塾を卒業して、まあ、ここからちょっと個人で頑張っていかなきゃなと思っているので、はい、お仕事ください。お願いします。もう桃太郎には会えないんだね。もしかしたら会えたらいいですね。やっぱりファンの皆さんは望んでくれてると思うので、はい、一番いい告知でしたね。いい、ありがとうございます。今までで一番いい告知かも分かんない。え、本当に。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではお待たせしました。小沢さんお願いします。僕らあのスピードワゴンっていうコンビやってるんですけど、あの毎月ライブやってるんですけど、奇数月がトークライブ、偶数月が漫才ライブやってて、11月30日の日曜日にトークライブやります、うん、ゲストが陣内智則さんです。おお。で12月13日が漫才ライブ東京センターマイクっていうのやってまして、ゲストがパンクブーブー、ハマカーン、囲碁将棋、阿佐ヶ谷姉妹、バカよあなたはっていう、次の日がザ漫才なんですけど、ザ漫才のチャンピオンになった人たちと今年多分決勝残る人たちが来てくれるんで、よければ見に来てください。会いに来てください。場所はどっちも下北沢です。下北沢、まあ細かいことはホームページ見てください。入りに来てください。入りに来てください。告知バッチリ、はい、会いに行きましょう、ね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん行ってください。はい、さあそしてこの番組からもお知らせです。ちょっと今日は時間の都合でメールが読めなかったんですけど、メールを引き続き募集してます。番組の感想、ご意見、ご希望、そしてモンハンにまつわる質問など何でも構いません。ぜひ 4G に関する質問などもお寄せください。はい、メールはインターネットラジオステーション音声のこの番組の投稿フォームとモンハン部でも受付をしています。モンハン部入っている方もちろんたくさんいると思いますが、まだ入っていない方、登録無料となっていますモンスターハンターの公式ファンクラブです。ぜひこちらも登録をお願いします。はい、そしてですね、いつも通りですね、マイカプコンもあなたの登録を待っております。
はい、こちらのマイカプコンも登録無料なんですが、どういったものかというと、カプコンの最新ゲーム情報などいろんな特典が受けられるパソコンとスマートフォン向けのウェブサービスとなっています。イベント、キャンペーン、メルマガなどいっぱい情報が詰まってますので、ぜひこちらも登録をお願いします。はい、というわけですね、今回もですね長く収録してしまいまして、いよいよお別れの時間となりますということで、皆さんぜひ次回も楽しみにしておいてください。今回のお相手カプコン追元と、はい、アシスタント宇佐美由紀と、そして今日のゲストスピードワゴンの小沢さん、キャン千秋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた再来週お会いしましょう。良き人生と良き狩りを、モンハンラジオ良造の部屋。この番組はカプコンの提供でお送りしました。